ドロテア・ゾフィー・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・グリュックスブルクは、リューネブルク公、クリスティアン・ルート・ビヒの日、後に、ブランデンブルク選定公、フリードリヒ・ビル・ヘルムの2番目の日。ドロテアは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・グリュックスブルク公、フィリップと、ザクセン・ラウエンブルク公、フランツ2世の娘、ゾフィ・ヘート・ビヒの間に生まれた。 デンマークノルウェーークリスチャン三世の男系の彦に当たる。1653年、本家のデンマークノルウェーーフレゼリク三世の義系に当たるリューネブルク公、クリスティアン・ルート・ビヒと結婚した。夫との間に子供は生まれず、1665年に夫が死ぬと、家父財産として与えられたヘルツベルク城に引退した。1668年6月14日、ドロテアは、 ブランデンブルク選定公フリードリヒビルヘルムと再婚する。次息子のフリードリヒが、夫の後を継ぐため、ドロテアは、自分の生んだ息子たちに何がしかの財産を残したいと、考え、1670年に、貴族たちから領地を買い取って、ブランデンブルクシュベート返境百両を成立させた。1676年には、選定公費として自らアルトプロイセン第7、 不評連隊を組織し、自らその連隊長となった。また1678年と1682年に、建造されたブランデンブルク選定工領の2隻のフリゲート艦には、ドロテアの名前が付けられていた。ベルリンにあるドロテア通りの名前も彼女にちなむもので、ある。1689年、カールスバートで亡くなり、ベルリン大聖堂に葬られた。 2番目の夫である、ブランデンブルク選定校との間に4男参上、儲けた。ありがとうございます。